はい、どうも、マグマグマグロンと申します。はい、今回はお伝えする内容があまりなかったと、そういうことですね。じゃあ、まず今回やっていきたいのは、増税の行方と、あとね、ちょっと大きいね、バスレーン作りたいんですね。なので、ちょっと今日はね、そっち行こうかなーって。あと、ここ、せっかく作ったんだから、全部工場にしようか。あ、してあるねー。3万もお金になると思わなかったんで、ちょっとね、バスをね、ちょっとね、作りたいですよね。どうしようか、一気にこれにする？ 6 車線。行きますか。よし、じゃあ、ごめんね。せっかく建てたのにごめんね。これだっけ、バスって。バス車庫。よし、じゃあ、ここに、実はね、道路。これを作りたいんですね。なんだっけ、これ。道路、広。6車線道路、バスレーン付き。これでね、渋滞なんてね、そんなへっちゃらなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、私は。なので、ちょっとやっていきたいなと。そのために、ちょっとこいつの向き変えようか。こういう向き、こういう、あれ、ちょっと変えらんないですか？変えらんないですか？あ、同じサイズ？あ、正方形か。じゃあ、先に道路作った方がいいか。つまり、こういうのですよね。ドン。お、でっか。あ、やべ。ちょっと行き過ぎちゃったかな。つまり、そうだよね。こうしなきゃいけないんだから。あれ？ぶつかっちゃう？あ、ぶつかんないように作りたいね。どうすんならね。下手くそだな 相変わらず下手くそだな。ってことは、ここもぶつからないように作ろうか。ここら辺？ここはもうぶっこ抜いていいよね。ダメ？こういうことだね。こうすればいいか。うわ、かっこ悪。うわ、すげえかっこ悪 で、ここはもう直角でいいよね。で、ここがね、ちょっとね、難しいところなんですけどね。ああ、やっちまった。払い戻しでお金返ってくるのがいいよね。全額は返ってこないのかな。これですね。あ、でも曲線直ってたのか。強引にね、やっぱ曲線を描きたいんですね、私はね。あ、でも、どうしようか。曲線描くと、あそこの道路邪魔だな。ちょっと余裕を持ってあげるか、あの道路のために。こんな感じ？結構ね、一回ね、セーブして労働したらね、1万以上お金がかかったんで、なんとかね、お金をかけないでやりたいんだけど、ここら辺は早送りになる可能性が高いな。今までの傾向から言うとね、やっぱね、これね、思ったんだけどね、これ道路作るってね、黙っちゃうんだよね。静かになっちゃうんだよ。申し訳ないけど。この辺にしよっか、ちょっと。高速道路はまた別に引き入れよう。ここはもう一気にこう、一気に。一気に行こうって言ってて、すげえチキンだな。意外といけないマグであった。あと、ここもね、ちょっとね、あーわーわー。
気になってたのがね、ここもちょっと同時進行になっちゃってます。もうね、気になってんだけどね、どこまでいけるのこれ。同じように作りたい。ここもね、あの工場地帯によくありがちなね、あの行き止まりを作りたい。あ、3つにならなかった。あー、ダメダメ、それはダメ。そう、あの4ブロックを維持しようよ、4ブロックを。ここまでか、オッケー。これよくありがちじゃない、こういう工場地帯とかってさ。斜めなのがちょっと気に入らねえけど。こういうさ、なんかね、あの、え、何、行き止まりなのみたいなさ、そういうのね、よくあるんですよね、こういうのって。でこれは上登れるか、この上登らしちゃおう。で本来まだ作るつもりないんだけど、そういうことね。これは行き止まりにしないで上まで行きます、本来はね。ただ今回はここまでと。でバスレーン広、でこれをどうしようか。これはもうまっすぐ行っちゃおうか。恐る恐る。うわ、なんかすげえ変な感じになっちゃう。こんな感じか。でこういうのをちょっと作りたかったんですよ、バスレーンとしてね。でこれを作る意味はあまりないんだけど、いや渋滞をね解消するためだけの道路をちょっと1個作りたかった。で高速もねこれにくっつけたいし、バスやタクシーもこれで移動していただけるようにしたいなと。こっちで環状線みたいなね、そういうのを作りたかったんですよ。よし、じゃあちょっとこれで道路つなげようか。これで移動がみんな楽になるよ、多分ね。え、これつながらないの？こうしたいよね。ね、ぶち抜きたいよ、ここね。いける？これ。無理だよね。いける？これ。うわ、すごい道路になった。ぶち抜いちゃったよ、そこ。これもぶち抜いちゃう。ねえ、ほんとに。恐ろしい道路ができております。で、これの向きを、こっち側にこうしたいんですね。で、さらにバスの停留所だよね。これをね、ちょっとね、作りたいんですよ。まずこっから、結構細かい間隔で止まってもいいんじゃないかな。こうでしょ？やっぱり、交差点は良くないよね。今んとこんなところに停留所があっても困る感じだけど、こういうことですよ。で今度は環状線にしたいからね、同じ位置にしますよ。
この辺は完全に黙っちゃうね。俺はあれか、早送りか。早送りなら早送りでね、こっちゆっくり喋んなきゃいけないんだよね。そうするとさ、やってなっちゃうから。あ、でもね、今ね喋れてるから早送りにならないね、これね。さあ、これで路線完成。いや、かっこよくない？バレながら、なんか嫌なの見えちゃった。今の嫌なの見えちゃった。もうどうしよっかな。嫌なの見えちゃったな。なんか嫌なの見えてるな。これなんだろうな。わかってるけどなんだろうな、これ。どうします、これ。下水が逆流します。それは大変です。一刻も早く、一刻も早く。しないと下水の逆流はたまったもんじゃないですね。どうやって見るんだっけ。下水、下水処理容量が120なのに124下水があると。まずいよ、これ1個でもこんなに大きいのにさ。またさらにやるんか、またさらに流すんか、お前は。これ移動しようか。なるべくこっち側に移転してもらってさ。でさ、こういう鉄塔もいらないよ。で、これだよ、これ。一回立てたからさ、もったいないじゃん、これもね。だから、これ、お前、下水処理のためだけに動け。あれ、発電容量が低いよ。ここ、風ないの？あれ、意外と風がないの？あら、意外と風がないの？あ、そうなの？これ。あ、でも、ここ風あるよ。今ちょっと違ったね。移転費用かかるんだからさ。あ、届いてる届いてる。ああ、じゃんオッケー。で、これをつなぐと。こうね。で、もう一個作れっつってんでしょ。いや、怖い話すんな、本当に。仲良くね。こういうこと？どう、これで。あ、酔う酔う。作ったよ。あ、消えた。消えないんですけど。あれ、つないだよね。あれ？これも繋いだよね。あれ？あ、消えた消えた。電気が足りないだと？もう、もう、あ、そっか。風力タービンを外したからか。いやー、忙しいな、これ。消費電力と発電量。今のところ比例はしてるんだけど、届いてないんだよね、あれが。これ外しちゃったから届いてないんだね。これも外しちゃったからね。二つ目いきますか。あ、三つ目いきますか。また石炭。あ、でも作れないんだ。これなんだっけ？これに頼る？いや、まず、おー、来たー4200マイルストーン貯まりました。今回は何？都市計画の条例と、特殊ばっかりだな、いらねえな、石油産業か、石油か、いいね。観光につながるものはない。自転車推奨令。新しい道路は今のところ作るつもりはない。あ、でも自転車レーンとかあるんだ。
あ、なんかいいの見えちゃった。石油発電所、これいいっすね。あ、なんかいろいろ、バスターミナルだって。今バス作ったばっかりだからな、ちょうどいいな。あ、なんかちょっとこういうのはね、もうちょっと待ってもらっていいっすかね。こういう桟橋とか船釣りツアーとか、魚釣りの桟橋何釣れると思う？すんごいの釣れると思うよ。ん？あれ？何？5万もお金が増えた。え？マイルストーンってお金もくれんの？ 5 万になった。で、ちょうど石油火力発電所が5万なんだけど、これ建てろって言ってるようなもんじゃん。あ、でもちょっと待って、ちょ、これはね、一回セーブしよう。はい、今一回ね、セーブしました。で、まず、石油火力発電所。石炭ね。なんか燃えてない？びっくりした、俺もう発電所が燃えてんのかと思っちゃって。まず、石炭が、40メガワットね。で、いくらかかるんだっけ？1万9000円と。メモ取りながらやってますよ。ね。1万9000円って書いちゃったけど。で、こちら。石油が、なんとお値段5万ということで、単純に計算しても、100メガワットぐらいはないと困るよね。ちょっと、試しに行くよ、試しに。行っちゃいますよ。隣に立てちゃうけど。まだ試しだからね、ロードするよ、もし大したことないならね。でへん。行きました。石油です。建物が全焼しました。消防士の数が足りてないってさ。そっか、それは足りてないかもな。で、120メガワット来ましたってことは、石炭の3倍。2万だから、まあ、6万の値段、あれ？なんかあんまり、まあ、多少お得にはなるけど、多少はお得になるけれど、って感じかな。って思ったんだけど、これさ、石炭ってどっから手に入れてんの？全く知らないでさ、使ってんだけど。石炭貯蔵量、石炭って貯蔵量限界があるの？石炭貯蔵量18周。あれどういうこと？石炭の貯蔵量こっち18周あるよ。でこっちは11周しかないけど、石油に関しては7周分しかないけど、どういうこと？輸入するのにお金かかってんのかな、もしかしたら。全然知らないで建てちゃってるけど。わー、この間までの場所もう汚染されてますね。2機いるからな、やべえな。あれ、こっち側に伸びないとこ見るとさ、これ逆だった？作る場所しまった。俺が間違えたのか。これはしくじったかもな。で、さて、忘れてた。税金を上げたんだけど、今、石油のやつを使った維持費のせいで、ちょっとお金の関係がぐちゃぐちゃになっちゃったんだね。なので、ちょっと一旦、別のとこにセーブして、さっきのデータをロードしますか。ロード画面でね、勝手にこれ税金上がるのやめてください。ちょっと、また試しにやりますよ。14% 言います。苦情出るまでやります。今、
9月22で5592黒字で4356人います。これが10月になってどうなるか見ていきたいと思います。でさっきあのロード画面でね、あの資源がない場合は買うみたいなこと言ったんで、あの止まることはないんですね。ただ余分な税金かかってるかもしれないですね、これ。なので石炭と石油を掘らねばならん。で確かどこだったっけかね、ここら辺がね確かね石炭なんですよね。で今上を掘っちゃったんだけど、ここの下もね石炭があるんですよ。だからねやっぱり石炭は自分でゲットせねばならんな。石油に関しては諦めるしかないのかな。石油発電所は作んない方がいいのかな、もしかしたらね。ああ、もう嫌なのがまた出てきた。今度は何、もうゴミ箱かいな。今度何、ゴミが溜まっています。そうでっか、見して。あれ 3% 使用中って書いてある。 39% 使用中。あれ、あ、開いてるよ。え、どういうこと。あ、ゴミ収集車がここまで来れないんだ。やっぱり渋滞のせいだな。多分そうだ、ゴミ収集車が来れないんだ。こういう時はなんかねやることがないんで、ちょっと頑張ってもらうしかないよね。なんで 16% まで増えちゃった。じゃあちょっと予算を増やして 120% に増やします。ちょっとねまだまだ全然大丈夫なんで、ゴミ収集車がここまで来てないってだけだね多分ね。あ、そうか、ここ来れないんだな。高速道路と直結してるからだ。ああ、そうか、この道路って使えないのか。まいったね。帰るしかなくなっちゃうんだな、あれ。どうしようか。高速道路と直結しちゃうっていう手もあるか。なんだこれ、新しいマークが出た。税金が高すぎます。来た、パーセント。あ、パーセントいっぱい出てきた、パーセントいっぱい出てきた。わわわわわわわ、出てきた出てきた。よし、じゃあちょっと一旦停止。はい、出てきましたね、ようやっとですね。じゃあ 14% だと税金が高いって言ってくるんですね。9月22に14% にして2週間経って高いと。税金高いよって、高いって文句言ってきた。だけど収益を見ると7465円なんで、前回よりも2000円上がってる。すーごで、人口は変わらないから、多分これ以上経つとみんな出てっちゃうんですね多分ね。なんでじゃあ下げましょう。税金 13% 13% に下げます。ドン。これでどうなるか。13% に今下げました。あー、一気に減ったね、一気に減ったね。 OK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 。 そういうことですか。で14はダメっすね。じゃあ今 13% でどうなるかやってみたいと思います。まあ、意味が分かっただけいいや、これで。そう、こういう無駄なね、無駄な道路を作る。見て、この無駄さ加減。
ねえ、ひどい土地作るな、まあ、効率重視ではないとは言いましたけど、ここまでひどいのは想像しなかったでしょう。こんな感じ？アルシンドスクエアは充実しておりますな。こっちを充実させまくってもしょうがない。こっちをね、ちょっとね、開発していきましょう。大きい道路だからね、やっぱりね。大きい道路に住む家は、さぞかし立派な家になるでしょう。あ、緊急車両ってバスレーン通ってる。ほら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 。あ、緊急車両が行きやすくなりましたよ、ほら。あ、でも信号止まるんか。あ、これはでも便利になったかも。これはいいっすね。いやいや、我ながらいいの作っとんじゃないですか、市長。ねえ、なんか、市長叩かれてるけど、最近。ねえ、大したもんだよ、市長。ちょっと、バーが伸びるよりも先に立てちゃってるけど。もうどんどん、どんどん、先んじて立てていこうね。こんな感じかな。で、あ、13% では怒られなくなったね。いいんじゃないですか。じゃあちょっとしばらく 13% でね、行きたいと思いますけど。そっか、ゴミ収集車はさ、あれかな、緊急車両取ってくんない。ああ、燃えてる。ああ、そっか、こっち側を通るのに消防車が苦労している。燃え切っちゃいそうな気する。じゃあ次のマイルストーン見てみましょうか。6500人で、次のマイルストーンだと。じゃあ次回はちょっとその前に撮ったこのマイルストーンの中身ちょっとチロッとね見させていただいて、多分何も立てない可能性の方が高いですが、次回はこの4200人のマイルストーンを中心にやりたいと思います。よし、まあそこそこいい外観になったんじゃないでしょうか。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。